にちは、いちごタルトです。今日は伊勢志摩の方へやってきました。伊勢志摩は、スペイン村とか地中海村とかインスタ映えするような場所とかもたくさんあるし、アゴワンクルーズとか見どころたくさんあるんですけど、今日は御木本真珠島という真珠の島で、真珠のあの歴史とかもわかるし、あと海女さん、三重海女さんですね、あの牡蠣とかを取る海女さんの実演が見えるそうなので、そこに行くのと、あとクルージングもして、イルカの島があって、イルカがこういてショーが見えたりとか、あとタッチして触れ合える体験とかもできるみたいで、それにちょっと乗ってクルーズ旅をしたいと思います。正面が遊覧船乗り場で、あの竜宮城みたいな浦島太郎の船なのかながあるけど、あれかな、どれだろう、分かんない。御木本真珠島って前書いてあるんですけど、多分そこら辺が島になってるんですけど、真珠島はちょっと後で行こうと思ってます。先に船に乗ってイルカ島に行きたいと思います。ショーとかの時間をちょっと考慮して。はい、真後ろこっちが駐車場なんですけど、すぐ乗り場があるので歩いていきます。ちょっと風があるかな、波がある気がする。すごい、この竜宮城っていう感じ、あ、竜宮城って書いてある、織姫様じゃなくてなんだっけ、います。あ、浦島太郎もいた、かっこいい。すごい、竜宮城入ってきます。竜宮城の中に入った。すごい、浦島太郎がおる。すごい、竜、あ、亀、いじめられとる。大丈夫か、助けないと。すごい、店内がすごいし、本人浦島さんもおった。すごい、有名人に会えて嬉しいです。2階も行ってみよう。すごい、喫茶コーナーもあるんだ。な、誰だっけ、なんて言うんだっけ、織姫様じゃなくて乙姫様もいた。出発、行ってきます。本当に船内がすごくて、乗ってるだけでもうすでに楽しい。イルカ島に行く前に一箇所寄るんですけど、とイルカ島までクルージングを楽しみたいと思います。結構今日は揺れてる。今日はで、いつもは分かんないけど、さっき一回寄港したんですけど、そこで結構人が乗ってきてすごい賑わってます。イルカ島かな。到着。すごい、竜宮城が遠ざかっていて、イルカ島ショーを見たいんですけど、今9時50分ぐらい、イルカの
餌やりが早いけど、有料で10バケツ限定でちっちゃい子結構いるからパスで、次イルカのショー10時25分、あ違うな、カワウソ握手会行きたいけど先着50名空いてるかな、からのイルカのショーかな、でちょっと待ってアシカのショー見れたらいいな。あー早速、えでかいイルカ、めっちゃでかかった、なんか想像のイルカと違う大きさでした。でもイルカいたし、食堂もあります。ちょっと朝ごはん食べてないから隙間時間とかで食べたいな。あすごいこっち見てる、あ行っちゃった、すごい見てくれるんだ、最後一つも、えすごいめっちゃこっち見てるイルカさん、えすごい、わあわあ怒ってる怒ってる、大丈夫。泣いてる、あ心配になる、リフトがあって展望台も行けるみたいです、有料ではあるけど、超ミニ水族館、見てみよう、金魚、意外とでかい、ウーパールーパー、ドクターフィッシュの体験もある、めっちゃ雨が降ってきた、傘持ってきてないけど冷た冷たいよ、雨が、ハイタッチってどこなんだろう、どこって書いてあったっけ、広場、さあ雨が降ってきちゃったで、なんだっけ、カワウソとのハイタッチの展望広場の場所がどこかわかんない、あとイルカのショーはあっちの方でやるっていうのが分かったんですけど、アシカのショーはあのリフトを登ってかないといけなくて、階段でも行けるけどちょっと大変そうだし、あと雨の中リフトを乗らなきゃいけないからちょっとどうしようかなって悩み中です。次の船が10時45分でショーが10時20分だったかな、見てちょうど次のにも乗れるから、イルカのショーだけになっちゃうけど、そうしようかな、イルカ池、あ案内看板あるけど展望広場ってどこ、上かな、やっぱりリフトも雨に濡れちゃうからな、全然あのイルカ島満喫できてない気がするけど、あのショーだけは見たいと思います、イルカ池、このプールでショー15分ぐらいって書いてあった、ベンチもちょこっとあるから座って待ちたいと思います。ハンドイルカ、日高くんとキラトくんがいるのかな、あ、いるすごい、一般の人が手叩いてそれに反応してくれてる、浜があるみたいなのでちょっとこのトンネルを通り抜けて時間あるから見に行ってみよう
そう、海の音が、ああ潮の音が、あすごい綺麗。始まった。ボールを落とさないように相手のお口しっかりめがけて優しいボールをパス。大きな君ナイスキャッチ、ファインプレーです。さあそれではラスト1往復、はい、加速をつけてそこから一気にジャンプジャンプ、体を泳ぎやすい流線機。それでは1回トーンです。次ラスト、最後に息ぴったりダブルジャンプ、バッチリ決めることができました。また竜宮城に乗ってさっき、船に乗った場所まで戻っていきます。戻ってきました。はい、今降りてきてちょっと11時過ぎでお腹が空いたので、なんかご飯どっかで食べたいなと思います。まっすぐ歩いてきたらなんかお店屋さんがいろいろありそうで、ちょっと歩いて聞いてみました。ちょっといろいろ見てどっかで食べたいと思います。入りづらいかな一人で。今めちゃくちゃ伊勢海老を食べるか迷ってます。伊勢海老高いからな、普通の海鮮丼にしようかな。伊勢海老頼んじゃいました。ちょっと贅沢しちゃった。これで3600円の大きさです。なんかめっちゃ身が赤い、なんでだ、白っぽいイメージだった。あとで頭はお造りに、お造りじゃないお味噌汁にしてもらえるみたいです。プリプリだ。お頭をお味噌汁にしてもらいましたんだけど、すごいこんな火でなんかすごいしっかりしてた、めっちゃ美味しそう。爪とかも身があるから食べれるそうです。剥いたらカニみたいに。ごちそうさまでした。ちょっと贅沢しちゃったけど美味しかったからよし。じゃあ今から御木本真珠島に行きたいと思います。これですね、この島。初めて真珠の養殖を日本の人が、養殖を成功させた島ということで、ここにいろいろ歴史とか、あと真珠を使った装飾品の展示とかもあるし、あと海女さんの体験、今日ちょっと雨でどうなんだろう、見えるか分かんないけどあるそうなので行ってみたいと思います。すごい橋が渡ってる、歩いて渡れるんだ。はい、入館しました。大人1人1650円なんですけど、すごい偶然かわかんないけどお釣りが全部ピン札で返ってきました。すごい。でもタルトこのポシェットだから半分にすぐ折るからちょっと申し訳なくなっちゃった。あれ、さっきのこの橋渡っていきます。右側が鳥羽水族館、左側が駐車場で、あ、ちょうど竜宮城の船が帰ってきてる。ピントが、海女さんの実演までまだ時間があるので博物館とかを先に見たいと思います。じゃあまず真珠の出来方とかの博物館を見たいと思います。
真珠のできる仕組み、この島、ここの施設のメインのスポットだそうです。1階がネックレスまでどうやってできるのかで、2階にコレクションが、多分こういうキラキラのパールを使ったコレクションがあるみたいなんで、いろいろ見ていきたいと思います。真珠を作り出せるのはごく少数の貝だけなんだ。日本島、沖縄の貝が多いのかな。さっきのは普通の白い真珠だったけど、こっちの貝はちょっと黒い真珠で、貝によって違うんだ。めっちゃ綺麗、めちゃくちゃ大きい、でかい。半円真珠っていうのもあるんだ。この外透膜っていうところの働きを利用して真珠ができるみたいです。すごい、中に真珠がいる。初めて知ったけど、外側上皮の細胞が何かのきっかけで入るとこういう感じになって、で、そこから真珠質を分泌して真珠ができるんだ、この天然のやつは。天然真珠、ちっちゃいのがいっぱいってこと？ちっちゃい、この丸い白い粒粒がそうかな。今までこう真珠の取る作業とかを見たことあったけど、置いた、なんていうんですかね、出来方、養殖真珠の作り方を初めて知ったから、興味深くてめっちゃ面白いです。これぐらいが想像してる真珠の大きさですよね。天然だとやっぱちっちゃくしかできないのかな。真珠ができる仕組み自体が不思議だけど、それを人工でできるっていうのもすごい。すごい、中で養殖の仕方とかいろいろ教えてくださるお姉さんがいて、めっちゃ詳しく親切に細かく教えてくれました。普通にすごい気になったからいろいろ聞いちゃいました。で、今から海女さんの実演が見れるので、結構雨だけどやるみたいなので見に行きたいと思います。すごい船です。すごい、水深6メーターだって。寒くないんかな。ここ伊勢志摩国立公園の地帯は地圧地帯なので生じし、その特徴であります霊峰の海岸線と点在する島々を合わせ持っております。皆様が前の島々をご覧になってもお分かりのように、山の裾がすぐ海面に迫り、平地が極めて少ないため、人々は生活を認めたのでございます。さらに気候が温暖であるため、海を生活の場とする海女という仕事が盛んになっているのでございます。現在、島地方にはおよそ900名の海女がおり、皆
緑浮かぶ島の海に老若男女たちが海の生活を楽しんでおります。こうした場所の海は小学校を卒業する頃から母親や年上の海女たちの指導を受け自発的に練習を繰り返すのでございます。最初はモノマネで始めた女の子たちも4メーター、5メーター、6メーターとだんだん深く潜るようになり、二十歳頃には10メーターもの深さにまで浸っているようになります。すごい、生で初めて見れました。ちょっと今日肌寒いからね。大変寒くないかなってちょっと心配になっちゃうんですけど、慣れっこですよね、きっと。貝殻も取ってて、6メーターも潜ってて、すごいなって思いました。なんか、めっちゃ楽しんでます、真珠島。中の展示も本当に係のお姉さんがすごい丁寧に質問したら何でも答えてくれて、ちょっとまだ見切れてないので見に行きたいと思います。もう一回戻ります。この真珠の養殖に使われたアコヤガイの貝柱はそのまま食用に利用されているそうです。ここのレストランでも食べれるみたいです。知らんかった。真珠も全体の、半分ぐらいは養殖中に死んじゃって、でその中から悪いのとかこうたくさんあるし、いい真珠は全体の 30%、 一番いいのは 5% ぐらいしかないみたいです。めっちゃ綺麗。色もいろいろあって、ピンク系が一番難しいってさっき聞いたんですけど、めっちゃ可愛い。あとはゴールド、ブラック、あとブルー系もあるって言って聞いてたんですけど、本当にブルーだ。なんか異物とかが入って、あ、地下貝の血液とかが入ってって聞いてたんですけど、それでもなんか綺麗です。偶然にできるんだろうけど、これはこれで化粧品とかにもいっぱい利用されてるみたいです。確かに聞いたことはある。これが、まあ、品質はいろいろだけど真珠として OK なやつで、これは真珠にならなかった核のまんまのやつで、これが不良真珠。なんかね、光沢感がやっぱり少なかったりひび割れてたり、なんかこう見るとすごい、すごい真珠についてなんか今日一日で詳しくなってるし、めっちゃなんか楽しいです。いろいろ知れることが。このネックレスを作るのにも並べるだけにすごいしっかり選別っていうのかな、バランスとかをめっちゃ見て組み合わせてるみたいです。すごい見分けられるね、力がだんだん見てると多分形とか分かってくるようになるんだろうな。世界最大の真珠、でかい。2階には いろいろ装飾品が展示されてるそうなので見てみます。めっちゃ綺麗、最初の展示から。でもちょっと形がいびつだけど、天然の真珠なのかな、古代の真珠だって。さっきのもそうか、昔のやつだから養殖なんてあるわけないよね。昔はいびつ、これはちっちゃいですね、やっぱ天然で。形もいびつだしちっちゃい、綺麗。ドロップ型の形を利用して
でも丸型と同等あるいはそれ以上の価値があったみたいです。仏像の真珠すごい。どうやって作ったんだろう。かわいい。眉間もかぶれる。かぶっちゃおうかな。かわいい。本物はね、すごいいいお値段だけど、これならタルトでもかぶれそうです。どうですか。王様みたい。はい、真珠博物館見終わりました。もうなんかすごい長い時間ゆっくり見てました。真珠好きになった。で、隣には売店、喫茶店、レストランもあって、真珠のね製品も買えるので、多分展示見たら欲しくなっちゃうんじゃないかな。はい、この島の名前にもなってる三木本真珠島の三木本さん、三木本幸吉さんがこの真珠の養殖を成功させた方なんですけど、その方の記念館もあるみたいなので行きたいと思います。向かいが鳥羽水族館で、伊勢湾フェリーもあるんだ。伊勢湾フェリーはどこに行くんだろう。なんか素敵なお庭通っていきます。ちょっとぐるっと裏に回る感じかな。すごい日本のお家っていう感じ。見てきます。お家はうどん屋さんだったんだ。あ、すごい。やっぱり伊勢うどんなんだ。うどんがある。なんかいろいろすごい人みたい。すごいな、やっぱり。はい、ということで真珠島から帰ってきました。この駐車場に着いたのが9時ぐらいで、今3時半ぐらいで、何時間いたみたいな。結構長い間楽しみました。もうこの周辺を本当に、もう真珠のこと全然詳しくなかったんですけど、博物館ですごい養殖の真珠ってこうやってできてるんだとか、何回か実演はこうやって見たことあって、軽くの説明は聞いたことはあったんですけど、どこの部分がどうなってこうなって、でどうやって真珠ができてっていうのがすごい分かりやすく知ることができて、めちゃくちゃ興味深くてめっちゃ楽しかったです。タルト展示物とかめっちゃ見ちゃって、めっちゃ時間かかっちゃったんですけど、スタッフの方もいい方で、すごいいろいろ教えてくださいました。で、浦島太郎の船、もう船の中も浦島太郎がいたりとか、すごい楽しかったし、イルカも料金の中でイルカ島も楽しめたんで、すごい充実した一日になりました。伊勢海老も食べれたし。ちょっと、この伊勢海老大好きなんですよ、タルト。伊勢海老のお刺身めっちゃ好きなんですけど、今回は食べずに行くかと思ったけど、ちょっと誘惑に負けちゃったけど、本当に美味しかったです。で、ちょっと赤っぽかったのは、オスとかメスで色が、お刺身の身の色が違うみたいで、
でもプリプリで美味しかったです。一番ちっちゃいのだと全然食べるとこないよって言われたから、ちょっとだけ大きいやつで、あれで3600円。でもあのお味噌汁とかめっちゃ美味しかった。タルトのおすすめはあのお店と関係ないんですけど、正月のお雑煮のあの出汁として伊勢海老を入れるとお頭とか殻入れるとマジで美味しいので、伊勢海老がねなかなか手に入らないと思うんですけど、伊勢海老が来た際はお雑煮を作るとめっちゃ美味しいので食べてみてくださいということで、今日は鳥羽の周辺もっと見どころたくさんあるので、他のところと合わせてもぜひ遊びに来てみてくださいということで、以上いちごタルトでした。今回も最後まで見てくれてありがとう。